チェック長6戦1勝のソシエダイマノル監督、自説次第で解任との現地報道。24-25 の開幕戦以降6戦1勝で現在16位と最悪のスタートとなっているレアルソシエダだが、チームを指揮するイマノル・アルブラシル監督の解任報道がすでに現地メディアで騒がれている。ゴルディジタルはイマノル監督の辞任は解任より近いと見出しを打ち、次のように伝えた。ほぼ6年間の歴史は成績不振により間もなく終わる可能性がある。技術的にも、サッカー的にも、フィジカル的にも、我々はベストの状態ではない、と監督は試合後の記者会見でコメントした。そのため、本人は明言していないが、同監督は次の試合で状況が改善しなければ最後通帳を自らに課している。最悪のスタートとなったこともあり、アノエタのベンチから退く気も近い。チームが成績の危機に直面しているため、監督とクラブとの関係は終焉を迎えたようだ。すでにレアルソシエダ理事会に同監督の解任を求めているファンもいる。アペリベイ会長には多くの解任要求の声が届いていると、自説の結果次第では大きな影響を与えそうだと報じた。現状今見たチームの中でラリーガで最低のサッカーしとるからな。攻撃に枚数かけないなら優秀な FW は必須なのに、オヤルかサディッチしかいない、視点取れる基準見えない。まあイマノルの限界説も出てきているし、監督交代が一番のカンフル剤ではあるよね。久保トップ下なら創造性生まれそうだけど、イマノルそれだけはしないよな。勝つ気あるのかね。久保トップ下にすると、オヤルサバルもバレネチアも使う場所なくなるじゃん。監督交代しか手段ないと思うけどね。イマノル限界だよ。いつ解任するの、イマノル。ローマが早速監督クビにしたけど、久保がゴール決めてなきゃイマノルもほぼ決まりだったな。まだあと3試合分猶予ありそう。イマノルの采配も理解できないけど、ソシエダの補強はもっと理解できない。イマノル謎にサディク評価してるの気になるよな。誰がどう見ても使えないのに。今季の目標は残留に切り替えた方がいいよ。試合見てても勝てる気がしない。メンツもここまで落ち込むとさすがに再建も無理だろ。